思議なキキキリンの夫婦関係。キキキリンの娘は、そんな両親に何思う？芸能界の中でもちょっと、変わった夫婦関係を、築いているキキキリン。そんなキキキリンにも、娘はいます。だけど、娘はそんな、キキキリン夫妻のことを、どんな風に、思っているのでしょうか。なぜキキキリンは、離婚しないのか。娘はキキキリンに、離婚を勧めないのか。不思議な親子関係に迫ります。キキキリン、プロフィール。生年月日。1943年1月15日。出生地。東京府東京市。身長159センチメートル。血液型 A 型。職業女優。ジャンル映画、テレビドラマ。文学座在籍時に岸田森と。結婚するが、後に離婚。兄は、横浜の名物居酒屋の主人。キキキリンさんは今や、大御所とも呼べる、女優さんですよね。キキキリンさんは、プライベートでも仕事でも、ちょっと癖のある人のようです。そんなキキキリンさんの、周囲の人は、何かと、大変かもしれませんね。樹木は12月上旬に、九州の病院で、放射線治療を受けた、05年に乳がん手術を、受けたが、その後に再発し、さらに全身複数箇所に、転移していたことが判明するも、手術は受けず、放射線治療を受けている。全身がんと公表していた。健康状態について、大きく体に影響を与えるものは消滅したみたいと、治療を終えたことを報告。キキキリンさんは公の場で、がんであることを発表しました。癖のある人とはいえ、娘さんにとっては唯一の、お母さんであるキキキリンさん。そんなキキキリンさんが、がんであることを知った時の、娘さんの苦悩や悲しみは、計り知れませんね。キキキリンの娘とは、内田彩子。出身地東京都。生年月日1976年2月11日。家族父、内田裕也。母、キキキリン。花遍路、風の昭和日記に。出演し芸能界デビュー。幼少期は東京やパリや、ニューヨーク、ジュネーブなどで、過ごしてきた。キキキリンさんの娘さんは、まだ幼い時に芸能界、デビューしたようです。やはりお母さんである、キキキリンさんが芸能人と、いうこともあって、娘さんも、芸能界とは近かったのかも、しれませんね。このデビューは、キキキリンさんの、希望なのでしょうか。それとも娘さんの、希望なのでしょうか。キキキリンさんの、イメージとして、娘さんを、デビューさせたいとは、思わないような気がしますね。元木さんは1995年に、エッセイストなどとして、活躍されている、内田彩子さんと、ご結婚されていますが、当時まだ10代だった、彩子さんに送った、プロポーズが大変胸を、打つものでした。彼を選んだ理由を、このように書いている、素晴らしいような、くだらないようなところを、もっと覗いてみたかった。二人といない彼と私の、そんなところを、結婚してから恋人になり、夫婦になり、そして親になった。お二人も、今年でちょうど、結婚20周年。キキキリンさんの娘さんは、まだ、10代の頃に元木さんから、プロポーズされたそうです。女子高生の頃に元木さんの、ような素敵な人に、プロポーズされるなんて、娘さんは素敵な人、だったのでしょうね。しかし、まだまだ娘さんは10代。元木さんがキキキリンさんの、娘さんにしたプロポーズは、娘さんには難解すぎて、理解ができなかったそうです。元木さん残念。キキキリンの娘婿について、元木正宏。生年月日、1965年12月21日。出生地、埼玉県桶川市。旧、北足立郡桶川町。血液型、A 型。職業、俳優。ジャンル、テレビドラマ、映画など。活動期間、1982年、現在。ジャニーズ事務所所属の、3人組アイドル。渋垣隊のメンバー。元木が海外の映画賞を、取材する番組に、内田が、通訳として同行していて知り合う。元木さんとキキキリンさんの、娘さんは元木さんの、通訳として出会ったようです。若いのに通訳として、頑張るなんて娘さんは、すごいですね。キキキリンさんが娘さんに、
通訳を勧めたのでしょうか。キキキリンさんと娘さんのやりとりを聞いてみたいですね。子供が元木のことをダディをもじったダダと呼んでいる。88年の解体、後に俳優へと転身し、09年には主演映画送り人が米アカデミー賞外国語映画賞を受賞。だって我々3人で11人の子供を育ててるんですよ。深川くんとこ3人、元木くんのとこ3人、うちは5人いるわけですから、サッカーチームできますね。キキキリンさんの娘さんの旦那さんは今や俳優として確固たる地位を得ています。娘さんもそんな旦那さんのことを精一杯支えているのかもしれませんね。キキキリンの夫婦関係、73年に結婚したもの、2年後には別居。それ以来約30年以上も別居生活を続けている。うちだが暴れた時はうちでもどうにもならない。よく娘はお母さんは他人だからいい、私は血がつながってるって、今回もお母さんがいてくれてよかったと言いました。夫一人を奈落の底に突き落とすわけにはいかないと。ユーキキキリンのさすがの貫禄、器量の深さ。キキキリンさんの夫婦関係は不思議なものです。長く別居しているせいで娘さんは父親というものがどういうものなのかわからなかったと言います。キキキリンと娘夫婦の関係、1995年には八重子のもとに元木正弘が婿入りした。キキが元木に内田の姓を残したいからと頼み込んだ。キキは現在娘一家と2世帯同居中。とてもよく面倒を見てくれると元木には実の息子のように信頼を寄せている。元木の支えもあり、がんを克服。キキキリンさんと娘さん夫婦の関係はとても良好のようです。娘さんのご主人である元木さんがとてもよくしてくれているようですね。キキキリンと娘についてのまとめ、いかがでしたか。キキキリンさんと娘さんについてまとめてみました。キキキリンさんは長い別居のまま離婚しない不思議な夫婦関係を送っていますが、今は娘さん夫婦と楽しくやれているようなので良かったのではないでしょうか。